阪神・淡路大震災から今日で27年です。震災発生の時刻に合わせて忘れないという文字が灯されました。災害は忘れた頃にやってくるとかつては言われましたが、ここ10年ほどでも東日本大震災、西日本豪雨、そして昨日は海底火山の噴火で各地に津波警報、注意報も発表されました。南海トラフ地震も懸念されています。そんな中注目されているのが、失礼いたしました、こちらです。地区防災計画です。難しそうに思える言葉ですが、主役は私たち地域の住民です。東日本大震災で被災した小さな町内会から始まった地区防災計画は今全国に広がっています。その高さは5階建てビルに相当する 14.5 メートル。まるで城壁のようにそびえ立つ防潮堤が海と町を隔てています。東日本大震災の被災地、岩手県大槌町です。海に面した安堵地区、町内会長の佐々木圭一さんです。これを乗り越える規模の津波が来ないとも限らない。だけれどもみんな多分、見てわかる通り、その低地には民家はもうないんですよね。民家はなくても高台に移ってしまっているので、もしかしたらもう安心して生活しているのかなっていうのは気になるところなんですけど。2011年3月11日、大津波は当時あった 6.4 メートルの防潮堤を乗り越えました。地区の住民の1割以上にあたる218人が死亡、町で最も甚大な被害が出ました。あれだけ避難訓練もやってきて意識も高かったのに、なぜこんなに多くの犠牲者を出してしまったんだろうというところの反省に立って作ったのが、震災後に作った地区防災計画。当時の避難行動を継承すると分かったことが、助けようとする人が犠牲になってしまったと。自分で避難すれば十分避難できたんだけれども、そういう避難弱者を助けるために、その助ける行動を取ったためにその人が犠牲になってしまったと。この事実から安堵地区は2013年、日本で初めてとなる地区防災計画を作成。独自の約束事として15分ルールを盛り込みました。高齢者など避難が困難な災害弱者への支援を地震発生から15分を目安にあえて打ち切るというものです。海抜およそ22メートルの高台には5年前に完成した避難ホール、過去の地震では発生から地区に津波が到達するのはおよそ30分後、つまり30分以内に避難を終える必要があります。津波到達までの最初の15分は災害弱者を支援、残りの15分は自らの避難に使うのが15分ルールです。助ける側が15分経ったら逃げていいルールであるとともに、その裏を返せば助けられる方の人も自分の命が助かるのは最初の15分だということを認識してもらいたいと。避難弱者だと自分は思う人についてはせめて玄関先までは出てきてもらおう、自分でできなければ家族の力を借りてせめて玄関先までは出てきてもらおうと。そうすれば周りに避難してくる人がいるんで、その人たちに声をかければその人たちの助けを求めることができるだろうと。共助を成立させるためにはやっぱりある程度の事情がないと、多くの人は救えませんので。2014年4月に施行された改正災害対策基本法では地区防災計画制度が盛り込まれました。東北の小さな地区から始まった自分たちがルールを決めるという取り組みは日本の防災の考え方を変えました。古い町並みが残る岡山県北津山市城西地区です。登録してください。はい、
35.9 です、はい。コロナ禍での避難所運営などを想定した防災訓練です。15の町内会からなる城西地区、災害時の混乱を防ぐため受付もそれぞれの町に分けています。こうした手順は城西地区が岡山県で初めて作成した地区防災計画に盛り込まれました。目に見えてね、分かってきますね、はい。地区防災計画の避難所運営マニュアルには食事やベッドの準備、駐車場の誘導に至るまでさまざまな手順や役割分担を事細かに記しています。防災グッズも読みた、あごってからも遅いから普段からえ、でもなあれ小山家って災害になりにくいから。いや使ってるんよ。タイヤは流れてくるわ、冷蔵庫は流れてくるわ、いろんなものが流れてくる。1998年台風の影響で津山市は大規模な浸水被害が発生。この経験が岡山県初の地区防災計画作成につながりました。計画のアドバイザーを務めたのが香川大学地域強靭化研究センターの磯内特命准教授です。地域全体の共通のルールが、これだと、災害時の共通のルールはこれだという形で、文書化されると。で、文書化されることによって、明確になるんですよね。で、明確になればたくさんの方で情報共有して共に活動することができるので非常に意義が高いと思ってます。計画では浸水に強いや道が狭いなどそれぞれの町内会の強みと弱みを記載しています。町内ごとの持っている強み弱みをちょっとこう掛け合わせてパズルをはめるようにして、それで連携をしていくっていうことが重要だと思うので、顔を合わせて計画の検討を重ねた結果、地域のつながりが強くなったといいます。それが大人のホームルームなんだと、名前と顔を知ることによってお互いにやっぱり親密感が増します。でそういったの輪をどんどん広げていくということが地域の強みになると思います。日本で初めて地区防災計画を作った岩手県大槌町安堵地区です。佐々木町内会長は地域コミュニティ作りこそ最大の防災につながると訴えます。コミュニティ作りというとそれができているところであれば危機管理の話もしやすいんだろうと思います。危機管理に力を入れるのも必要なんですけど、その前段の地域のコミュニティ作りというところにまず力を入れなきゃ、いろんな場面でいろんな状況に対応できない。地域を一番よく知る住民だからこそ一番必要な防災のルールを作成できるのが地区防災計画です。災害から命を守るのは地域のつながりです。